日はサインデスティネーションキャンペーン PR イベントにお集まりいただきまして誠にありがとうございます。さて、いよいよ来月の7月1日よりサインデスティネーションキャンペーンがスタートいたしますが、皆さんはご存知でしょうか。このサインデスティネーションキャンペーンというのは今年の7月1日から9月30日までの3ヶ月間、鳥取県、島根県および JR グループが共同で実施する大型観光キャンペーンです。サインエリアと呼ばれる鳥取県と島根県には雄大な自然をはじめ、歴史、文化、神話や伝統的なお祭りなど現代人が忘れかけた古き良き日本の原風景が溢れています。サインデスティネーションキャンペーンでは、これら素晴らしいサインの魅力をたくさんの皆さんに実感していただこうと、サインの名簿大山の開山1300年にまつわるさまざまなイベントや、江戸時代出雲松江藩の藩主であり代表的茶人としても名高い松平不昧公の没後200年を記念した催しを中心に、サインを満喫していただける企画をたくさんご用意させていただきました。このキャンペーンについてより詳しく皆さんに知っていただくために、6月11日から2階になります、2階のアトリウム広場でサインいいものプレミアムマルシェ、こちらを開催し、そして本日はここ時の広場にてサインの魅力をご紹介する観光 PR イベントも開催いたします。それではサインから可愛いマスコットキャラクターたちとサインデスティネーションキャンペーンアンバサダーのお二人にご登場いただいていますので、ご紹介しましょう。まずはサインデスティネーションキャンペーンアンバサダー、鳥取県代表田中かなさんです。そして島根県代表上田夏樹さんです。続いて鳥取県のマスコットキャラクターのトリピーです。そして島根県観光 PR キャラクターの島根っ子です。はい、本日こちらのステージではサインデスティネーションキャンペーンアンバサダーとキャラクターたちによる観光 PR をはじめ、サインデスティネーションキャンペーンのイメージソング、あなたに帰る旅を歌います、サイン出身のシンガーソングライター夏子さんによるミニライブ、また鳥取県の伝統芸能鳥取シャンシャン笠踊り、さらに島根県の伝統芸能石見神楽をお届けいたします。皆様どうぞ最後までお楽しみください。また皆様ステージ向かって左手になります。こちらのコーナーをちょっとご覧くださいね。鳥取県と島根県の伝統工芸をはじめとする体験コーナーを開催いたします。鳥取県からは弥生のこと作りと組紐作り体験、そして寄せ植え体験を開催いたします。島根県からは比重線香銀座橋、それから国宝松江城忍者の手裏剣体験を開催いたしますよ。また智頭急行からは恋山作り体験というのも開催いたします。皆様ぜひご参加ください。そして2階のアトリウム広場ではサインいいものプレミアムマルシェと題しまして、大阪ではなかなか買うことのできないサインの名産品を販売しております。どうぞお立ち寄りください。さらに2階アトリウム広場のサインいいものプレミアムマルシェ、それからさらに下の1階駅マルシェ大阪でお買い物いただいたお客様にサインの特産品などが当たるスタンプラリーというのも開催しております。2箇所のスタンプを集めていただいた方に、こちら時の広場で特産品などが当たるガラポン抽選にチャレンジしていただけます。皆さんぜひご参加ください。さてここでサインへのアクセス方法を簡単にご紹介させていただきます。
大阪から鳥取、倉吉方面へは特急スーパーハクト号が便利です。1日7往復運行しておりまして、大阪から鳥取までおよそ2時間半でお越しいただけます。また大阪から米子、松江、出雲市方面へは新幹線で岡山までお越しいただきまして、岡山から特急やくも号をご利用ください。やくも号は1日15往復、大阪から松江までは3時間半ほどでお越しいただけます。さらにさらに、山陰デスティネーションキャンペーンに合わせまして、山陰を走る新しい観光列車アメツチが運行されます。このアメツチについては PR ステージで後ほど、ね、詳しくご紹介いたしますが、山陰の魅力を取り入れた紺ペケ色の素敵な列車となっています。たくさんの方にご利用いただければ幸いです。なお、キャンペーン期間中は山陰エリアをお得に周遊いただけます企画切符、山陰めぐりパスを期間限定の特別価格で発売しております。詳しくは本日会場にご用意いたしました山陰デスティネーションキャンペーンのイベントガイドブックですとか、旅行商品のパンフレットをご覧ください。また会場内では山陰エリアのパンフレットセットをお配りしております。どうぞ皆さんお受け取りください。そして山陰へのご旅行プランにお役立ていただきまして、どうぞこの機会に山陰へお出かけになってください。それではオープニングステージの最後になります。出演いただいている皆さん、記念撮影を行います。お手持ちのカメラ、お持ちのね、そのまままっすぐです。はい、では中央の皆さん、どうぞお撮りください。はい、それではステージの上の皆さん、右側を向いてください。ですからステージ向かって、はい、左手の皆さん、どうぞお撮りください。ではもう逆、反対側向きましょう。はい、そうです。お待たせしました。はい、ありがとうございます。はい、皆様ありがとうございました。皆さんには後ほどね、観光 PR ステージで再び登場いただきますので、皆さんよろしくお願いします。そしてご覧いただいている皆さんもどうぞ最後までお楽しみください。以上でオープニングステージを終了いたします。この後こちらのステージでは準備が整い次第、山陰デスティネーションキャンペーンイメージソング、あなたに帰る旅を歌う山陰出身のシンガーソングライター夏子さんによるミニライブ開催いたします。準備が整いますまで、そのまましばらくお待ちください。ありがとうございました。今日も観光 PR をさせていただきます。さて、鳥取といえばやっぱり皆さん鳥取砂丘を連想される方が多いんじゃないかなと思いますが、実は鳥取砂丘のすぐ近くには鳥取砂丘の砂と水だけで制作された砂像を展示する屋内美術館、鳥取砂丘砂の美術館があります。今年4月からは第11期展示、砂で世界旅行北欧編、美しい大自然と幻想的な物語の世界へが始まっています。幻想的かつ繊細で圧倒的スケールの砂像の世界をお楽しみください。最後に鳥取シャンシャン祭りをご紹介します。鳥取シャンシャン祭りは毎年8月13日から15日に開催される鳥取最大、そして鳥取の夏を彩るお祭りです。一番の見どころは8月14日に行われる一斉笠踊りです。約4200人を超える踊り子が鮮やかな市街地を色鮮やかなシャンシャン傘を持って一斉に踊ります。非常にきらびやかで見応えがあります。日本中を見渡しても鳥取市でしか見ることができません。今年の夏はぜひ鳥取市へお越しください。待ってます。はい、皆さんこんにちは。鳥取県米子市のマスコットキャラクターネキタです。今日は、
米子市のことを知ってほしいということで来ました。まずネギタから伝えたいことその1、米子は米子と読み方を間違えないでください。米粉とは呼ばないでください。伝えたいことその2、すいませんちょっと段取りが悪くて、まず米子には何もないと思ってたんですけれども、当たり前にそこにあったものに気づかなかった。まずそこにあったのは日本の渚百選に選ばれた海家温泉、中国地方最高峰の国立公園大山。そんな、普段目にしているものが、非日常の、風景が米子にはたくさんあります。ぜひとも、米子にお越しください。お待ちしております。皆さんこんにちは。鳥取県の岩美町という町です。岩美町は鳥取県の一番右上にある町です。岩美町といえばこのポスター見て分かる通り、エメラルドグリーンに広がる海があります。この海で岩美町ではシュノーケリングだったりをして、綺麗な魚だったりいろんな海の生き物を見ることができます。皆さんこの夏はぜひこの岩美町に来ていただいて海の世界を体験してみてください。ありがとうございました。鳥取県の南東部にあります若桜町から来ました。若桜町は納涼花火大会について紹介させていただきます。7月21日土曜日20時から20時30分まで30分間色とりどりの1500発の花火を打ち上げます。おすすめ観光スポットは若桜鉄道若桜駅の前にあります広場です。当日若桜駅構内ではSL がライトアップされ、花火の打ち上げ場所とも近いため、全国的にも珍しい SL のバックに花火を間近で見ることができます。ぜひ今年の夏は鳥取県の若桜町でライトアップされた SL とともに打ち上がる1500発の花火をご覧ください。7月21日土曜日、7月21日の土曜日は若桜町でお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。失礼します。八頭町からやってまいりました。八頭町は鳥取県の東部にありまして自然豊かな町です。大江の里の天美卵を知っておられる方もおられるとは思いますが、この大江の里の宣伝文句のように、町全体が緑豊かで、とても過ごしやすい町となっております。大江の里も有名ですが、その他にも、フルーツ館公園があったり、子供が乗れるようなミニ SL の博物館があったりもします。また7月29日には祭りの話でかぶってしまいますが、ひらめき祭りという、バザーと花火大会のお祭りをやります。芸人さんとも来られるのでぜひこの夏は八頭町にお越しください。よろしくお願いします。こんにちは。鳥取県の智頭町です。まず智頭町の説明をさせていただきますと、鳥取県南東部に位置する町で、町のですね、90% 以上が、森や山に囲まれた町です。
で智頭町ではですね、その山とか森を生かしてですね、森林セラピー体験というものを提供しております。どういったものかといいますとですね、森の中に入って例えばそのウォーキングであったりとか動植物と触れ合ったりとか、あとは瞑想をしたりだとか、そういう森の中でのリラックス体験というものをですね、セラピーとして提供させていただいております。大体年間でですね1000人以上が利用されるような体験でして、最近ですとそのリラックスできるということで、会社の福利厚生なんかでも利用されたりしてます。でそのなんですかね、例えば都会でちょっと疲れたなとか、癒されたいな、リラックスしたいなという時はですね、ぜひ地図の方に来ていただいてですね、この心理セラピー受けていただけたらというふうに思っております。どうもありがとうございました。はい、大阪の皆さん、こんにちは。安木からやってきました。皆さん、安木に来たことある方いらっしゃいますか？おお、結構いらっしゃいます。ありがとうございます。皆さん、和の天候を見ていらっしゃいましたでしょうか？はい、はい、ありがとうございます。和の天下でも一躍有名になりました安来節。安来節はですね、田んぼと空と土壌があります。今日はこの駅、そして昨日はたこ焼きに、居酒屋に、最高な大都会を満喫させていただきました。そんな皆様には安来のど田舎に来て楽しんでいただきたいと思います。はいはい、はいはい、皆さん、この格好だけでですね、お前ら踊らないのかと言われるともなんと尺に触りますので、この後この広場をいっぱい使ってですね、たくさんたくさん踊って皆さんと一緒に記念撮影したいと思いますので、どうぞお気軽にお声掛けください。ありがとうございました。皆さん、こんにちは。島根県松江市からやってまいりました。島根県松江市は、ただいま不昧港200年祭というものを開催しております。抹茶ですとか和菓子ですとか、茶道具に関するイベントを今年いっぱい、開いております。そちらについては詳しくは皆さんのお手元のパンフレットに書いてございますのでご覧ください。で、今日は皆様の左手の方で忍者と武者がおります。誰でも楽しめる、手裏剣投げの体験をしております。刺さった時の感触がすっごく気持ちいいですので、ぜひお立ち寄りください。お待ちしております。ありがとうございました。皆さん、こんにちは。出雲、結びの町出雲からやってまいりました。出雲といえば出雲大社ですが、本日はですね、それは有名だと思いますので、もう一箇所寄っていただきたいところということで、旧大社駅の紹介をしたいと思います。かつてJR で出雲大社に行かられた方の表玄関となっておった大社駅なんですけども、現在この駅舎が国の重要文化財に指定されています。全国でですね、駅舎が国の重要文化財になっているのは3箇所しかありません。東京駅、門司港駅、そして出雲の大社駅です。大正建築のですね、大正ロマンあふれる純和風の駅舎となっておりますので、ぜひ出雲に来られた際にはですね、出雲大社、そして大社駅の方を見ていただければと思います。お越しいただくのを楽しみにしております。よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。皆さん、島根県には世界遺産があるっていうことを知ってる方はいらっしゃいますか？ああ、結構。じゃあ、島根県には、世界遺産石見銀山というところがあります。その石見銀山というのは、江戸時代に世界の経済に影響を与えるほどの銀が、採掘された鉱山の跡がある、ところ、そして、この写真のように、とても当時の風情が残る街並み、こういったものが、評価されて世界遺産になったところです。今日はこちらの、ステージの、右の方に、世界遺産センター、石見銀山世界遺産センターさんが、金を探すという、探してプレゼントで持って帰って、本物の銀持って帰れる、体験を、用意してきております。そして、大田市は世界遺産だけではありません。石見神楽というこちら大田市の伝統芸能です。
このあと12時45分から、種神楽団大田市の種神楽団が、こちらのステージで、石見神楽、オロチを披露いたします。そちらの方もぜひお楽しみください。そして、この夏は JR を使って、島根県へ、そして島根県大田市へお越しいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。はい、皆さん PR していただきましたね。各市長の皆さんありがとうございました。皆さん魅力伝わったでしょうか。ぜひこれからのシーズン、自然も食も豊かな鳥取県、島根県、山陰両県にお越しいただきたいと思います。さあ、7月1日からはいよいよ山陰デスティネーションキャンペーンが始まります。では皆さん、最後に意気込みを込めて一斉掛け声をお願いします。はい、それでは皆さんのお越しをお待ちしてます。ありがとうございました。どうぞご登場ください。それが一番目的やから、あとはおまけ43分。はい、登場いただきました。それでは自己紹介をお願いします。皆さんこんにちは。本日は山陰デスティネーションキャンペーン PR イベントにお集まりいただき誠にありがとうございます。私は山陰デスティネーションキャンペーンアンバサダーの田中かなと申します。同じく山陰ディスティネーションキャンペーンアンバサダーの上田夏樹と申します。どうぞよろしくお願いいたします。こちらにいるのは鳥取県のゆるキャラ、トリピーです。トリピーは鳥取の鳥と特産の20世紀梨を掛け合わせたキャラクターで、子どもたちと遊ぶのが大好きなんです。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、早速ですけれども田中さん、今回のキャンペーンについて教えてください。はい、1月1日から9月30日までの3ヶ月間、いよいよ山陰デスティネーションキャンペーンが始まります。今回ノスタルジック山陰をキャッチフレーズに皆様をお出迎えいたします。山陰には懐かしい日本の原風景を感じられるものがたくさんございます。日本のルーツともいえる文化に出会い、心のふるさとを思い出す美しい山陰へぜひお越しください。ありがとうございます。キャンペーンについての詳しい情報なんですけれども、会場内でスタッフがパンフレットをお配りしております。どうぞ皆様お受け取りになってください。さあ、ではこのステージでは鳥取県の観光についてお伺いしましょう。鳥取県の有名な観光名所の一つといえば大山、はい、ありますよね。大山と言いますのは、大きい山と書きますが、鳥取県西部にそびえる山、標高1729メートル、中国地方では最高峰となります。はい、そちらのパネル、上田さんが持ってくださっているパネルの大山ですよね。はい、はい、大山は出雲の国、古時に記されるほど古い歴史がございます。今年開山1300年を迎えることから大山開山1300年祭が行われます。その昔、大山山上の池から現れたという地蔵菩薩を祀るため大山寺が開かれました。大山の地蔵菩薩のご加護を求めて多くの方が参詣し、大山信仰は山陽諸国にも広がっていったと言われています。そして古来より農耕や荷物の運搬に欠かせない、いわば生活の基盤であった馬や牛へのご加護を求める方が多く集まるようになりました。やがて江戸時代から明治にかけては日本最大の牛梅地として発展いたしまして、その歴史は今も地域の風習や文化として残っております。平成28年4月には地蔵菩薩が生んだ日本最大の大山牛梅地として日本遺産に認定されました。このような歴史的背景からも古くより神様の山として信仰されております。地域の人たちは今でも大山さんのおかげとしてお加護を感じながら暮らしております。ありがたい大山さんですが、今ではトレッキングスポーツやウィンタースポーツなどレジャースポットとして一年中多くの方でにぎわっています。トリ
テピーはスキーが得意なんだよね。こんな丸々としてるけど、本当トリピーはスキーが得意なんですよ。特にこれからのシーズンは登山客やサイクリング、日本最大の西日本最大のフィールドアスレチックなど様々なアクティビティが楽しめます。また8月10日から9月24日まで全3回期間がありますが、大山大健闘和傘ライトアップとしまして、こちらの写真です。大山寺から大神山神社の奥の宮へと続く参道に色とりどりの和傘がライトアップされ、明かりを灯します。今年は特別に開催期間を拡大して、とても神秘的で美しいお祭りなので、ぜひご覧いただきたいです。大山山麓の米子市というところがあります。米子市には全国にも珍しい海から湧く温泉、海家温泉がございます。海から湧くので別名塩の湯とも言われていまして、まさに天然のタラソテラピーなんです。トリピーも何いつも入ってるの、海家温泉に。だからこんなにスベスベなんだね。海家温泉は日本海の海岸沿いにありまして、夏は海水浴と温泉両方楽しむことができます。温泉といえば、鳥取県には中国地方を代表する名湯三朝温泉、ご存知でしょうか。三朝温泉もございます。開湯850年を迎える歴史ある温泉でして、四季折々の自然が楽しめる情緒ある温泉地です。そしてここから10分ほど行ったところには、国宝三徳山三仏寺投げ入れ堂がございます。まず三徳山に行く前に三朝温泉で身を清めまして、人間の六感を癒し、その後神聖な三徳山に参拝することで目、耳、鼻などの六根が清められると言われています。この一連の流れを六根清浄と六感治癒の地と呼ばれ、日本遺産の第1号に認定されています。この三徳山ですが、もともと山岳修行の漁場であったため大変険しくなっております。皆様ご参拝の際には足元に十分お気をつけてお越しください。そして皆さん、鳥取といえば一番有名な観光スポットがありますが、何を思い浮かべられますか。鳥取といえば鳥取砂丘ですよね。最近はサンドボードやパラグライダーなど楽しむ方も増えてきました。すぐ近くにはダイナミックな砂像を展示する鳥取砂丘砂の美術館もございます。こちらもお見逃しなく。そして鳥取県といえばもう一つ、ゲゲゲの鬼太郎の生みの親、水木しげる先生の出身地で知られる境港市の水木しげるロードがございます。町一帯妖怪尽くしのテーマパークであるこの境港市ですが、水木しげるロード、今年の7月に過去最大のリニューアルで生まれ変わります。これまで以上にパワーアップした妖怪の街をぜひご堪能ください。そして鳥取県には他にも懐かしい風景が広がる白壁土蔵群、大山を望む日本最大のフラワーパーク鳥取花回廊など見どころがたくさんございますので、どうぞお見逃しなく。はい、ありがとうございます。もう聞いてるだけで盛りだくさん、も鳥取県の魅力も満載にご紹介いただきました。はい、この夏は列車で鳥取県に旅行に行かないといけませんね。はい、皆さんなんか今からワクワクしてしまいますが、はい、で今日はなんと鳥取県で有名な伝統芸能をご披露いただけるということなんですよね。はい、なんです。鳥取には鳥取シャンシャン祭りという鳥取の夏が最も盛り上がる夏の風物詩、鳥取シャンシャン祭りがございます。毎年8月のお盆の期間中に開かれていて、とっても市民が盛り上がるお祭りなんです。今日はその市内の、数千人の踊り手が傘を持って前歩く一斉傘踊りというのがございますが、その傘踊りを第19代鳥取シャンシャン鈴前大使、百花繚乱、雅陵転生の3組の皆さんにご披露していただきます。鳥取シャンシャン鈴の音大使さんは市民のお祭りである鳥取シャンシャン祭りを盛り上げるとともに、鳥取市の顔として県内外のイベント多く参加して
鳥取市を広く PR しておられます。百花繚乱の皆さんですが、結成今年4年目、10代から30代の若い有志メンバーが30人ほど集まって、8月に開催される鳥取シャンシャン祭りをはじめ、さまざまなイベントにご参加されています。昨年の8月開催されたシャンシャン祭りでは、なんと基本踊りコンテストでグランプリを受賞、創作踊りコンテストでは準グランプリを受賞されています。最後に画寮伝説の皆さんですが、笠踊り経験がとても豊富で実績のある踊り子を中心に結成されています。面白おかしく真面目にをモットーに結成されたということです。現在8月に開催される第54回シャンシャン祭りに向けて一生懸命練習されているということです。はい、ありがとうございます。さあ、それでは鳥取シャンシャン鈴の音大使、百花繚乱、画寮天聖の皆さんの鮮やかな傘の舞、3組続けてご覧ください。皆様こんにちは。島根県浜田市より参りました観光大使浜田の佐々木由紀と申します。浜田市は昔から漁業が栄えた港町でもあります。浜田市を代表とするブランド魚もあり、アジ、ノドグロ、カレイはドンチッチ産業として有名です。そして浜田市へお越しいただいたらぜひ訪れていただきたいのが、中四国最大級の水族館、島根海洋館アクアスです。中でもシロイルカの水中パフォーマンス、幸せのバブルリングは必見です。可愛いイルカの表情と美しい技で幸せな気分になれますよ。近くには岩見畳ヶ浦という珍しい地形の景勝地があります。そこで撮影されたのがこの1枚です。南米ボルビアにあるウユギ塩湖のようだと地元で話題となっています。風のない満潮に近い時間帯で撮影することができますので、ぜひ挑戦してみてください。そして本日このステージでは伝統芸能である石見神楽を上演します。毎週土曜日には夜神楽週末公演を浜田市で行っておりますので、ぜひ皆様お越しくださいませ。皆様のお待ちしております。ありがとうございました。皆さんこんにちは、島根県雲南市です。雲南市は、出雲市、そして新宿松江市のちょうど南に位置する市でございます。本日は今日雲南市のですね、観光地3つほどご紹介したいと思います。雲南市は JR 西日本のトワイライトエクスプレス水風の立ち寄り観光地にもなっております。その観光地の3つほどご紹介します。まずこのポスター一番上でございますけれども、菅谷たたらでございます。この菅谷たたらは、良質のですね、鉄を300年にわたって作り続けてきましたたら製鉄という、伝統のですね、技術をこちらの高殿の方で作っておりました。この高殿はですね、日本遺産にも認定されております。この高殿で、作り上げました良質の玉鋼というものをですね、日本刀の材料にしていたという施設でございます。続きまして、下の方に出雲神楽というものがございます。こちらの出雲神楽はですね、古くは、古事記の方の出雲神話をですね、モチーフにしました、神楽でございまして、ちょうどこのシーンはですね、佐野の御事が山田のオロチを退治しているシーンでございます。出雲神楽の方も十号車中がございまして、市内の方では上演しています。それから最後にですね、須賀神社でございます。こちらの神社、何の変哲もない神社でありますけれども、実はこの神社、先ほどのですね、須賀の御事がですね、稲田姫とオロチを退治した後に日本で初めて和歌を読み上げた地でございます。日本初の宮と言われております。そんな雲南市でございます。出雲大社のついでに、そして祭りのついでに雲南市へお越しいただけたらと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。皆さんこんにちは。ありがとうございます。島根県津和野町から参りました。今日ちょっと津和野の紹介させてもらいます。7月1日山陰デスティネーションキャンペーン開催するというか始まるということでですね、うちの津和野町ではオープニングイベントをさせてもらいます。皆さん SL ご存知ですか？
SL 山口号、実はこの日ヘッドマーク変わります。1日限定でデスティネーションキャンペーン の、 あのロゴマークをつけて走ります。その SL が到着して、ツアーの上では今からあります岩見神楽、大田市さん、大津市さん、浜田市さん、増田市さん、内ツアーの町ですね、この 5市町のですね、車中さんの神楽が勢ぞろいします。恵比寿さんもあの町を練り歩くというようなこともしますので、ぜひ1日はツアーの町にお越しください。以上です。ありがとうございます。皆さんこんにちは。岩見観光振興協議会です。あの私の方からは、岩見神楽の紹介をしたいと思います。皆さん、あの岩見神楽見られたことある方いらっしゃいますか？ありがとうございます。今日はおそらくあの楽しみに今日来ていただいている、あの先ほどの声聞きまして、岩見神楽のファンの方多いなってつくづくあの感謝しているところです。この後のステージ、あの大田の神楽団さん、盾神楽団の、オロチをやりますが、ぜひあの今度はですね、あの岩見に来て本物を見てください。あの神社の奉納神楽でもともと神楽は回れてるんですが、それが、毎週土曜日、先ほど浜田さんの紹介にもありましたが、毎週土曜日、島根県の岩見ではあの見ることができます。ぜひあのいい温泉とか美味しいお食事、あのお魚もありますんで、土曜日に、岩見に泊まりに来てください。じゃあ、この後12時40分と、15時10分の今日岩見神楽ですので、ぜひあの堪能して帰ってください。ありがとうございます。はい、皆さんこんにちは。鳥取県の真ん中に位置しております三朝温泉から参りました。この子は湯煙怪獣三朝ラドンと申します。三朝温泉はね、ラドンで有名なあの名湯でございます。入ってもらっていいですし、吸ってもいいです、飲んでもいい、とても体に、いい温泉ということで、大阪の皆様からも、親しまれているんじゃないかと思っております。今日はですね、三朝温泉の夏祭りをご案内申し上げたいと思います。三朝温泉の夏祭りは、7月21日から8月いっぱい、およそ40日間続きます。毎日、懐かしい夜店がございます。それと、地元の人たちが出演して盛り上げるミニコンサート、それと、大阪から来てくれます、落語、毎晩、やっております。三朝温泉のお湯で癒され、落語で楽しむ、笑っていただいて、本当にあの元気になってあの帰っていただきたいと思っております。大阪の皆様、ぜひとも今年の夏は三朝温泉でお楽しみくださいませ。今日はどうもありがとうございました。皆さんこんにちは。鳥取県大山からやってまいりました。今年大山は開山1300年を迎えます。それに合わせまして、さまざまなイベントが現在行われておりますが、8月に入りますと、毎年こちらの、和傘大山寺というお寺の周辺で和傘あかりというのが行われまして、地元の、職人の手作りの和傘が約120本飾られます。今年大山開山1300年を記念しまして、通常お盆の時期にしか、イベントを行ってないんですけれども、10日間、拡大して延長することになっておりますので、どうぞお待ちしております。そして次に9月にですね、こちらの9月30日1300本の松明行列というのを、これも大山開山1300年に合わせて、行います。
夏の時期に、大山夏山開き祭というのが行われているんですけれども、その前夜祭の目玉でございます、松明行列が9月の30日にも行われますので、ぜひ大山へおいでください。お待ちしております。皆さんこんにちは、鳥取県観光事業団から参りました。本日はですね、こんなにたくさんの方にお越しいただけると思ってませんでしたので、私手ぶらで来てしまいました。申し訳ございません。写真がないんですけども、ぜひ皆さん想像力を働かせてね、私の話を聞いていただきたいと思います。鳥取県観光事業団はですね、鳥取県内にいくつかの観光施設を運営しております。その中でもですね、この夏にぜひ、皆さんに見ていただきたいのが鳥取花回廊でございます。あちらでね、寄せ植えの体験なんかもしておりましたけども、今話の出ました大山をバックに、夏はですね、一面のね、ブルーサルビア、北海道のね、ラベンダー畑なんかが有名ですけども、そのバックにね、大山があります。花畑、一面のね、花畑と大山、こちらをですね、ご覧いただける、鳥取花回廊、JR ではですね、米子駅から無料のシャトルバスも出ております。大変アクセスも良くてですね、自然に囲まれて、大山も見えてお花も楽しめるという大変お得な施設になっております。ぜひこの夏は鳥取花回廊にお出かけください。それからですね、先ほどありました三朝温泉、この近くにはですね、もう一つ私どもの運営している梨記念館という施設もあります。ここではですね、鳥取の20世紀をはじめ、さまざまな鳥取の梨、おいしい梨を食べ比べしていただくこともできます。鳥取県温泉もありますし、大山もあります。観光施設、梨記念館や花街道もあります。この夏ぜひ、鳥取県にお遊び、お越しに来てください。お待ちしております。皆さんこんにちは、鳥取県から参りました。今日はその年の江戸にちなんだ神社と、縁起の良い漢字が入った神社を巡るこの開運発車巡りという紹介をさせていただこうと思います。で、皆さんこの金持ちと書いて貨持ちという神社は聞かれたことがあるかもしれないんですけども、この手ぬぐいをまずは手に入れていただいて、神社を巡っていただいて、こういうスタンプを押していただくと、全部の神社を回るとこういった手ぬぐいが完成します。でこれをまあ記念に持っていただいたり、あとはもう開運祈願をしていただいたり、もう鳥取県に来てですね、神社巡りをして開運祈願をしていただけたらと思います。で毎年江戸にちなんだ神社でやっておりますので、ぜひパンフレットの方にも神社の紹介してありますので見てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。皆さんこんにちは。今日は、鳥取県大山の南側、岡山県北の蒜山高原からですね、旅のお誘いにやってきました。皆さん蒜山高原はご存知でしょうか？ありがとうございます。蒜山高原はここにもあるように可愛らしいジャージー牛が飼育されていて、その数なんと日本一なんです。そんな蒜山高原でぜひ食べてもらいたいのは、昔から地元で愛され続けて、柏肉とですね、高原キャベツの、味噌だれで焼き上げた、この T シャツにもですね、書いてある蒜山焼きそばです。焼きそばをですね、提供するお店は10店舗ありますので、ぜひ食べ比べにお越しください。ここでですね、夏休みの期間限定のお知らせです。蒜山高原の山乗り渓谷涼水亭では、毎年そうめん流しをしています。真夏でもですね、涼しく滝の音やせせらぎを聞きながら、食べるそうめんは格別です。期間はですね、7月14日から8月26日となっていて、そうめん以外のですね、メニューもありますので、ぜひご家族やご友人とお越しください。それではですね、この夏、サインディスティネーションキャンペーンで、ぜひ蒜山高原にお立ち寄りください。皆さんのお越しをお待ちしております。皆さんこんにちは。鳥取県教育委員会文化財課です。今日は、向き番田史跡公園というところの紹介をしたいと思います。
武器番なし史跡公園は大山の麓にある、弥生時代の遺跡武器番な遺跡に、作られている史跡公園なんですけれども、魅力を3つご紹介したいと思います。1つはこの武器番なし史跡公園が標高100メートル少しぐらいの丘の上にありまして、大変眺めが良いです。水木しげるロード、ゲゲゲの鬼太郎の水木しげるロードですとか、日本海が一望できて非常にロケーションがよろしいです。それから2つ目にはちょっと後ろのお客様見えにくいかもしれませんが、復元された弥生時代の弥生の村がございます。ここに入っていただくと、あたかも弥生時代にタイムスリップしたようなそんな、気持ちになっていただけます。そして3つ目は、さまざまな勾玉作りですとか鏡作りですとか、さまざまな弥生体験を、していただけます。ですので、ロケーションやそれからいろんな体験を楽しんでいただける施設ですので、ぜひお立ち寄りいただけたらと思います。境港とか大山にお越しの際はちょっと足を伸ばして、武器番田史跡公園においでいただけたらと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ、各市長の皆さんそれぞれに PR いただきました。皆さんいかがだったでしょうか。ぜひこれからのシーズン、自然も食も豊かな鳥取県、島根県、山陰両県にぜひお越しください。さあ、7月1日からはいよいよ山陰デスティネーションキャンペーンが始まります。それでは皆さん、最後に意気込みを込めまして一斉掛け声をお願いします。皆さんのお越しをお待ちしてます。ありがとうございました。大阪の皆様にはおなじみですね、島根っ子です。よろしくお願いします。頭には大社作りのお社風帽子をかぶっており、首には締め縄風のマフラーを巻いております。とにかく明るくて誰とでも仲良くなっちゃうので、大阪の皆様ともすぐお友達になれるかなと思って楽しみに参りました。よろしくお願いします。サインディスネーションキャンペーンアンバサダーの田中香菜と申します。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。早速ですけれども、上田さん、今回のキャンペーンについて教えてください。はい、7月1日から9月30日までの3ヶ月間、全国の JR グループ6社と鳥取県、島根県が共同で実施する大型観光キャンペーン、山陰ディスティネーションキャンペーンがいよいよ開催されます。今回はノスタルジック山陰をキャッチフレーズに皆様をお迎えいたします。山陰には懐かしい日本の原風景を感じられるものがたくさんございます。日本のルーツともいえる文化に出会い、心のふるさとを思い出す美しい山陰へぜひお越しください。キャンペーンについての詳しい情報は会場内でスタッフがパンフレットをお配りしております。どうぞ皆さんそちらをお受け取りになってゆっくりとご覧になってください。ではこのステージでは島根県の観光についてね、詳しく伺っていきましょう。上田さん、島根県の見どころといえば。はい、島根県は先ほど鳥取県の大山は開山1300年祭が開かれますが、島根県でも今年松江城七代藩主松平春里の没後200年ということで、松平不埋光200年記念イベントが開催されます。実は松江市は日本三大貸し所の一つで、京都や金沢と並ぶ茶所貸し所なんです。そして松江にお茶の文化を作り出したのがこの松平不埋光。不埋光は自ら不埋流という茶道を完成させた茶大名人の一人で、茶の文化とともに和菓子も発展させていきました。松江には不埋光が愛した歴史ある和菓子をはじめ、美味しい和菓子がたくさんございますので、舌の肥えた大阪の皆様にもぜひ召し上がっていただきたいです。今年の200年記念では不埋光にちなんださまざまなイベントが開催されますので、どうぞこの機会に松江にお越しください。そして松江といえばこちら、2015年に国宝に指定された松江城がございます。1611年に築城され、国内で現存する12天守の一つです。
松江城の周りにはぐるりとお堀が囲んでおり、この堀川を遊覧船でゆったりと周遊することができます。船から眺める松江城も風情があってとっても素敵です。そして9月1日から10月31日までの間、松江水灯路が行われます。午後6時から9時までの間、堀端に手作りの行灯が並んで、いつもとはまた違う幻想的な松江の夜をお楽しみいただけます。そして島根県のもう一つのシンボルに、縁結びの神様出雲大社がございます。そう島根っ子の、ね、背中のリボンもみんなと島根を結んでるんだよね。でここだけの話なんですが、島根県に来て島根っ子に出会った時にこの背中のリボンに触れると幸せが訪れると言われております。でも背後からいきなり襲わないようにしてあげてください。出雲大社は平成20年から始まった平成の大神宮で、屋根もきれいに引き換えられ、山頭に続く神門通りもいろんなお店が増えて日々にぎわいを見せております。おいしい出雲そばのお店もたくさんあるので、ぜひ立ち寄ってください。旧暦10月の神在月には全国から八百万の神様が集まられるので、皆様も神様と一緒にぜひお越しください。そしてそれから島根県には松江城や出雲大社といった歴史を語る建造物が数多くありますが、また菅谷たたらもその一つです。こちらですね。たたらとは古来より砂鉄を原料に鉄を生み出す方法で、菅谷たたら三昧は全国で唯一残るたたら製鉄を行った建物です。実は映画もののけ姫のモデルとしても話題になった場所なんですよ。日本刀の原料となる玉鋼と呼ばれる鉄はこの手法でしか作ることができず、大変な手間暇と技術を必要とする方法です。島根県の奥出雲ではたたら製鉄を絶やすことなく現在も受け継がれ、平成28年に日本遺産に認定されました。せっかく待っとったんやから、鉄といえば銀ちょっと強引ですけど、島根県には日本を代表する銀鉱山、石見銀山がございます。踊ったりいろんなのするかなと思って、昨年世界遺産に登録されてから10周年を迎えることができました。まだ行ったことない方はぜひこの機会にこちらへもお越しください。島根県にはね、まだまだ紹介したいところがねたくさんあるね夏は日本海に浮かぶ島、沖ノ島もとても綺麗でおすすめですし、足立美術館の素晴らしい日本庭園もぜひお越しいただきたいです。また島根県には有名な伝統芸能があるのですが、皆様何かご存知でしょうか。わかりますかねえ、島根県といえばオロチが登場したりなんかねしちゃうんですけど、あります？分かったね。はい、じゃあ私が代わりに言いましょうか。正解は石見神楽ですよね。皆さんよくご存知だと思います。今日はですね、この後島根県から種神楽団の皆さんに石見神楽、ヤマタノオロチをご披露いただきます。でそれではただいまから石見神楽の準備を行わせていただきます。はいそれでは改めまして、今ご出演いただきました皆さんには一旦ご退場いただきます、はい、西日本の高木です。地図急行車掌の影山です。よろしくお願いいたします。早速ですが、皆さん京阪神から山陰にお越しいただくにはどういう方法があるかご存知ですか。影山さんどうでしょう。それはですね、ここ大阪駅から乗り換えなしで鳥取まで行ける地図急行の特急スーパー北斗号があります。京都駅から鳥取県の倉吉駅まで
運転している特急列車で、ここ大阪駅から約2時間半で鳥取まで行くことができます。車内にはモバイルコンセントや Wi-Fi も完備しており、地元の特産品を取り入れ、和みの空間となっています。観光やビジネスにどうぞご利用ください。高木さん、他にも山陰へお越しいただく方法がありますよね。はい、新幹線にご乗車いただき、岡山駅から特急やくも号で米子や松江にお越しいただけます。特急やくも号と特急スーパーハクト号をご利用いただくと、京阪神から山陰を巡って観光していただけますね。はい、山陰を巡っていただくといえば、山陰めぐりパスという便利でお得な切符をキャンペーン期間限定で発売中です。特急やくも号とスーパーハクト号のご利用で、ここ大阪から山陰までの往復と現地での特急列車乗り放題が4日分セットになって12,500円と大変お得な商品になっています。さらにネットで購入いただくと12,000円、お子様はなんと1,000円でご旅行いただけますので、夏休みの家族旅行にもぴったりな商品となっています。ぜひこの機会に山陰めぐりパスを使ってご旅行いただきたいです。次にですね、7月1日に運行を開始します観光列車アベックスについてご紹介いたします。山陰には豊かな自然はもちろんのこと、神社、お酒、歌舞伎、相撲など日本文化の様々なルーツがあるとされ、また多くの神話が誕生した地です。アメツチはこの自然や日本のルーツをネイティブジャパニーズというコンセプトで車両にデザインし、山陰ならではの古くて新しい日本を発見していただく旅を演出します。外観ですが、車体全体の紺碧色は山陰の美しい空や海を、車体下部の銀色の帯模様は山陰の美しい山並みと多々良製鉄にちなみ日本刀の刃文を表現しています。さらに、内装はですね、飲酒和紙のランプシェードであったり、石州瓦の素材を使用したテーブルなど山陰の伝統工芸品を随所に施しています。また旅のお楽しみでありましょうお食事も、山陰の食材を使ったお弁当やスイーツなど、この車内でしかお召し上がりいただけない特別なメニューをご用意しています。運行区間は山陰本線鳥取から出雲市間を1日1往復、土曜、日曜、月曜を中心に運行します。ぜひ雨土で天と地の恵みに包まれる旅へお出かけください。以上です、ありがとうございました。